クベードリンブルクは、ドイツ、ザクセンアンハルト州の都市、ハルツ山地の北東に位置し、ボーデ川が流れる。1994年に、世界遺産に登録された。人口は、約2万4千人。石器時代以来人々がこの地に居住したと見られている。市の高台、シュロッスベルクには、カロリング町時代の防御施設の跡が見られる。ふもとにあった、王宮、 クイティリンガーバーグは922年、オットー王家の所有するところになっていた。935年頃その名が、資料に現れる教会が、ヘルスフェルト修道院の所有から、オットー家の所有に移行した。ハインリヒ一世は、ハンガリー人に対する防御のために防備施設の強化を行わせた。王は、この場所と推測されるお給に、金、に滞在し、この地に葬られた。 王の死後、日のリンゲルハイムのマティルデは936年生、ゼルバーツユースリツー系教唱教授会修道院を創設した。彼らの長男で、王位後継者の夫一世は、王位就任後最初の9月13日発行の文書において、これを承認している。夫は962年皇帝としての退官のために、ローマに遠征したが、多くの聖遺物を獲得し、 母の修道院教会に寄贈した。973年開催の夫を大帝最後の帝国会議をはじめザクセガサの全期間を通じて、クベードリンブルクは宮廷会議の開催地になり、夫を大帝の日アーデルハイトと夫二世の日、テオファヌム973年から978年まで、ここに居住していた。王家の女性たちがザリエル朝時代まで修道院の指導者であった。 共従する女性は、好位貴族の女性であり、霊的生活と文化的生活が営まれた。修道院は、豊かな寄進を受け、不入権と、免続の権利によっても優遇された。王宮は961年聖アーコップ、司教座協会三次会修道院と共に、女性修道院長の支配下に置かれた。998年から翌年にかけて18歳の、夫を三世が、 ローマ遠征を遂行した際には、おばにあたる修道院長に帝国の摂政役を委ねている。13世紀には40人の女性が教授していたと言われる。都市としてのクベードリンブルクは修道院のあるシュッドス・ベルクの周辺から形成されていき、994年には新生ローマ、皇帝夫三世から市場開設権、造兵権、流通税調集計を獲得した。 1174年の記録には都市壁の言及もある。市と周辺の封建勢力との間に対立が続き、14世紀にクベードリンブルク市はアッシャースレーベン市及びハルバーシュタット市と都市同盟を結んだ。1358年女子修道院長は市に対する都市君主権を断念し、市産事会が1396年にバグテを取得した。 1384年に、氏は、ニーダーザクセント指導名に加盟している。しかし、フリードリヒニセイの娘、ヘイトビヒが、女子修道院長になると、兄弟の派遣した兵力により、自治都市クベードリンブルクを屈服させた。バグテは1479年に、ベッティン家が取得した。922年から1207年までに、 ドイツの支配者たちがこの地に滞在した回数は69回、中世末期の面積は60ヘクタール強、人口約5000であった。1514年13歳のアンナ・フォン・シュトルベルクが修道院長に選ばれ、教皇レオ10世と皇帝マクシミリアン1世によって承認された。しかし、彼女は死の宣教者の影響によって新しい信仰に傾き、 旧教会に揺るぎない信仰を持ち続けるゲオルクヒゲ公の死を契機に教授の女性たちと共にプロテスタントの信仰に改修した。1755年プロイセンのフリードリヒ大王の妹アンナ・アマーリエは修道院長になったがベルリンに今を移した。彼女の優雅な姿がアドルフ・メンツェルのサンスーシー宮殿のフルートコンサートに描かれている。1936年 ナチスドイツの親衛隊長官ハインリヒ・ヒムラーは、補長王の没後1 0 0年を記念した式典を、クベードリンブルクで行った。ハインリヒ・ヒムラーは自らを、同盟のハインリヒ思考の生まれ帰りと信じていたが、ハインリヒ一世に対しても、同じように感じていたと思われる。1945年、アメリカ陸軍の将校ジョン・ミーダーが、 クベードリンブルク修道院の細具を盗み出したが、1990年代に入るまで返還は行われなかった。第二次世界大戦後はドイツ民主共和国のハルケンに属した。1990年のドイツ再統一以降、現在までザクセンアンハルト州に属す。1994年に世界遺産に登録された。1300頭以上のロマネスク様式の美しい。 建物ファッハベルクハウスやグリュンダーツァイト時代、有限都市ティール時代の邸宅が今なお残り、ロマネスク街道の人と呼ばれている。司教座教会、シュロスベルク、旧市街は1994年に極めて重要な文化財であると評価され、ユネスコの世界遺産に登録された。このほか、ヴィペルティ教会の地下聖堂、ミュンツェンベルクのマリア修道院、ダイオネル・ファイニンガー美術館、 木組の家博物館、ステンドグラスと工芸博物館、蒸気機関車の運行もある。狂気鉄道の中部ドイツ鉄道とおもちゃ博物館など多くの見どころがある。世界遺産、セーセルバキウス協会。ハインリヒはこの聖堂地下墓地に眠る。登録基準この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。